悪性リンパ腫と診断され、昨年10月29日に治療に専念するため、休養することを発表していた6人組、アイドルグループ、私立恵比寿中学、通称、恵比中の安本彩香、22、が、約5ヶ月の闘病を経て、寛解したことが、グループの公式サイト及び、本人のインスタグラムで報告された。安本が悪性リンパ腫、血液のがんを患ったことは、昨年10月29日、グループの公式 SNS で、スタッフが安本彩香ですが、悪性リンパ腫と診断され、治療に専念すべく、当面の間休養させていただくことになりましたと、公表。安本自身も当時、私は明るい未来のために治療に向き合うのみです。全力で病気と戦います。安本を応援してくださるファンの方が一人でもいるのなら私はその応援をエネルギーに頑張ります。大好きなエビ中に何度だって戻ってきます。また皆さんの前で元気に歌って踊ることを目標に頑張ります。と復帰を誓って休養に入った。そして今日5日、自身のインスタグラムでは2月20日以来、1ヶ月半ぶりの投稿。皆さんにお知らせです。悪性リンパ腫での約5ヶ月の闘病生活を経て、ついに寛解いたしました。と、喜びの報告を届けた。寛解は、完治ではないものの、病気の症状が消失した状態のことを指す。悪性リンパ腫と知らされた日のことを振り返り、とっても複雑な感情でした。なんて表現したらいいかわからないくらい、あんな感情初めてでしたと告白。でも、がんと戦っているうちに、体がどんどん良い方向に変わっていくと同時に、自分自身も変わっているのをすごく感じました。と、前向きに闘病を続けてきたことを報告し、前より元気になったのを感じ始めています。すごいですよね。これから、もっと感じることができるのかなって思ったら、もっと楽しみですと伝えた。今後の活動は、医師と相談しながら、できる仕事から始めていく予定。ライブ復帰時期は未定だが、本人は復帰に向けて少しずつ準備してまいります。まずは体力戻すぞ。皆さんに大好きなステージでお会いできる日を楽しみに頑張っていきますと意気込んでいる。エビ中は現在全国ツアー。私立恵比寿中学ベストアットザモーメントシリーズ6ボイセズと並行し新メンバーオーディションを開催中。5月5日に東京、ゼップ東京で開催される私立恵比寿中学メジャーデビュー9周年記念ライブでは安本は不参加ながらも昼公演のプロデュースを行い、夜公演では新メンバーが発表となる。安本彩香コメント全文。皆さんにお知らせです。悪性リンパ腫での約5ヶ月の闘病生活を経て、ついに寛解いたしました。大変な日々ではありましたが、皆さんからのエールがとても励みになり、ここまで頑張ることができました。本当にありがとうございます。この大きな病気の経験が自分を強くしてくれました。病気を知った時、とっても複雑な感情でした。なんて表現したらいいかわからないくらい。あんな感情初めてでした。でも、がんと戦っているうちに、体がどんどん良い方向に変わっていくと同時に、自分自身も変わっているのをすごく感じました。経験者の方から、治ったら今までよりもっと元気になるよ。と話を聞いてましたが、正直、そんなことないでしょう。なんて思ってたのですが、これが不思議と本当に前より元気になったのを感じ始めています。すごいですよね。これからもっと感じることができるのかなって思ったら、もっと楽しみです。この経験はこれからの人生、どんなことにも言えそうですよね。今は辛くても乗り越えた先には今より強くなってるって、復帰に向けて少しずつ準備してまいります。まずは体力戻すぞ。皆さんに大好きなステージでお会いできる日を楽しみに頑張っていきます。